ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は衆議院選挙についてお話ししていきたいと思います。いろいろとですね、党首討論も白熱してきまして、でついにですね、本日衆議院選挙の公示ということになりました。第50回衆院選、ついに公示です。今回はですね、小選挙区の定数10増10減を受けてですね、新しい区割りが初めて実施される選挙となりまして、小選挙区289、比例代表176、合計で465の議席を争うという形になります。その中で石破総理はですね、今回の選挙のこの勝敗のラインというところをどのように見ているかという質問をですね、いろんな番組で受けていまして、このように発信しています。現時点では自民党と公明党の連立、この2つの党を合わせての過半数獲得、ここが勝敗のラインになってくるというふうに発信しているんですね。で、実はこうした自公で過半数っていうのはですね、結構自民党ではあるあるの発信でして、岸田さんの時とか安倍さんの時とかも同じようなことを言っていたんですね。確か小泉さんの時とかも言ってたんじゃないかなと思うんですけれども、結局最終的にですね、いずれの政権においても多くの議席を獲得していまして、ぶっちゃけ自公で過半数っていうのはある程度簡単に取れちゃうよねっていうところで、まあなんと言いますかね、余裕を持たせたような勝敗ラインということで打ち出している色が強かったんですけれども、今回に関してはですね、やはり旧統一教会の問題であったりだとか、あとですね、政治と金の問題、これ非常に大きいところですね。こうした問題が噴出したこと、そしてですね、石破新総裁がですね、いろんな発言が二転三転したりだとかですね、結局なんかいろいろと党内野党としてバシバシ言っていたことがですね、いざ自分がですね、トップに立ったらですね、まあ自民党職に良くも悪くも染まってしまったというか、こうした部分を辛く見ている方が非常に多いということで、今回の選挙に関しては本当にこの自公で過半数というところがキワキワのラインになってくるんじゃないかなっていう風に見てる方も非常に多いかと思います。そんな中ですね、まあいろんなメディアも今回自民党どうなってしまうんだ、どれだけ議席を減らすんだっていうところですね、いろんな記事が出ていますので、そのあたりをご紹介していきたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から、日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は、忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。今回この自公与党の過半数割れに関してですね、いろんなメディアがですね、発信しているところですね。例えば文春に関してはこのように発信しています。自民党は255議席か219に激減すると、公明党は32か25へ、これも激減。さらにですね、立憲民主党は98から一気に131に伸びまして、日本維新の会は40から50に議席を伸ばすと、国民民主党に関しては7から11議席に増える。さらに令和新選組も3から6に増えるのではないかと。で、他はほぼほぼ横ばいになるということですね。ただですね、令和新選組ですね、まあ私はまあ基本的にちょっと左派はあまり応援しないのですが、ちょっと一つ気がかりなニュースありましたね。山本太郎代表がなんと15日の未明に緊急入院されてしまったと。これ結構今後のですね、選挙活動に影響出てしまうかもしれませんね。ただ続報としてですね、今日の昼ぐらいにですね、新たにまあニュースが入ってきまして、なんと退院されたという、まあ、この入院して、まあ、当日に退院するという、なかなか激しい動きをされているんですけども、まあ、結構ちょっと無理をされているのかもしれませんが、まあ、ちょっと体調と相談しながらの選挙活動となった時にですね、まあ、いろいろと不利な部分出てくるんじゃないかなと。で、さらに大石さんもですね、不記載問題なんかでちょっといろいろと荒れていますので、この令和新選組が3か6議席に一気に伸びるのかっていうのは、ちょっと怪しい気配も感じるところです。で、話を戻しまして、サンデー毎日はですね、自民党単独過半数割れギリギリのライン、233議席ギリギリになるんじゃないかっていう風に見ていたりだとか、週刊ポストはいやいやもうこれは53議席減らしてしまうんじゃないかだとか、いろいろと発信されています。さらに高橋陽一さんはですね、まあ自公で230と語っていらっしゃるということで、過半数割れは五分五分だということを発信されていますね。で、それに伴ってですね、まあもし過半数割れしてしまったらですね、政権与党として基盤が全く
全く安定しなくなりますので、そうなった時に新たな連立というものが見えてくる可能性もあるってこともおっしゃっています。まあ、これはもちろんですね、セオリーとして当たり前の話ではあるんですけれども、その対象としてですね、高橋先生はですね、まず日本維新の会との連立っていうのはまずないだろうっていうふうにおっしゃっています。っていうのも、公明党と日本維新の会が水と油の関係にあるからと、特に大阪の選挙区バチバチの関係にあるわけですし、公明党としても日本維新の会が与党入りしてしまうとですね、さらになんか政権の運営能力がですね、強固なものになるということで、勢いづかせてしまうことになるので、非常に敬遠したいのではないかって話されているんですけれども、私ちょっとこれに関しては逆の考えでして、日本維新の会が与党入りする可能性もなきにしもあらずではないかなと考えています。まあ、元々の維新のコンセプトからしたらですね、ちょっと違うのかもしれませんが、馬場代表はですね、なんやかんやずっとですね、与党に入る選択肢は排除しないということを明言されているんですね。もちろん今までですね、第3極の保守政党が与党入りした時に自民に吸収されていった事例があるということで、仮に連立政権に入ったとしてもですね、特定の政策などが叶わないのであれば連立を離脱するっていうですね、アクションを起こすことで長生きしていけるっていうふうにもおっしゃっています。なので、その折り合いをどう自公とつけていくのかっていうところが重要になってくるわけですけれども、やはりですね、公明党としても安定した政治基盤というものは欲しいわけでして、日本維新の会との間でもですね、こういわゆる妥協点、一致点というものをしっかりと見つけるという作業がうまく進めばですね、維新が与党入りするという可能性、私はあるんじゃないかなと考えています。次に注目となってくるのがですね、国民民主党ですね。国民民主党はですね、今まで対決より解決っていう方向性で動いていて、かなり与党に寄ってきたこともありました。これをですね、是と見るか非と見るかはですね、結構意見が分かれるところではあったんですけども、私個人としてはですね、玉木さんがですね、高騰していくガソリン代に関してですね、まあ小さい政党ながらにですね、政策を実現するために、まあ、トリガー条項の解除、これのためにですね、与党に接近していたっていうのは一つですね、いい動きだったんではないかなと思うところなんですね。ただ今回ですね、やはり政治と金の問題などですね、非常に厳しく追及されているところで、まあしっかりとですね、距離を置いてですね、まあ発信しているということ、まあかなりですね、強いアプローチで石破さんに対してもですね、討論を持ち出していて、それも結構いい点をついています。なのでですね、今この状況で自民党に寄っていくという動きはですね、それこそ国民民主党をですね、支持されている方からしてもですね、難しいものがあるのではないかと思うところですので、政治と金の問題がですね、いわゆるザル法の成立によって片付けられてしまったということも考えると、国民民主党としてこのタイミングで与党入りすることはないんじゃないかなというふうには感じます。ちなみに高橋陽一さんはですね、日本保守党とか参政党もその与党連立の対象になるかもしれないというふうに言及されていました。高橋さんはですね、今回日本保守党がですね、地域比例でどんどん勢いを増して5人以上入ってきてですね、政党要件を満たす可能性が出てくるとおっしゃっています。ただ日本保守党がですね、いきなり自民党にくっつくのかっていうと、それはまあ政党ができた経緯とかを考えると結構現実離れした話な気もするんですね。でさらに自民党や公明党の目線から見た時にですね、やはり日本保守党、参政党はまだまだ小さいので、そこを取り込むことにまあ政権安定としてメリットがあるのかというと結構疑問なんですね。さらに参政党の目線から見ても、自民党とくっつくっていうのが果たしてどうなんだっていう気はするところですね。そもそも日本保守党も参政党ももう自民党に任せておけない、でも投票するところがないっていうところをですね、きっかけとして立ち上がった政党なので、まあそのアイデンティティっていうものが自民党とすぐにくっついちゃうとなくなっちゃうんじゃないかなという気がします。なんなら今回の選挙ですね、自民党はひょっとしたら200議席にも届かないんじゃないかっていう声もあるわけですね。そうなった時にやっぱり最初に目をつけるのは日本維新の会になるんじゃないかなっていうところなんですね。なので条件次第では結構本当に自公そして維新の連立政権というものが組み上がる可能性はあるかもしれません。まあ、あとは実際ですね、維新がどこまで伸びるかっていう話にもなってきますね。近年非常に勢いがあったんですけれども、最近いろいろとですね問題が出てきていますよね。
まあ、万博のことであったりだとかですね、まあ、各知事の問題であったりだとか、そういうところで維新の会もですね、支持率落としてきていますので、そこがまあ今回自民党の受け皿としてどこまで機能するのかっていう部分は重要になってくると思います。あとやはり維新はですね、まだまだ関西以外では非常に弱いところがありますね。まあ、私はですね、そもそもまあ緊縮財政寄りであったりだとか、まあ、対中国のいろんな企業との向き合い方ですね、そのあたりがまあ安全保障、経済安全保障において不安があるっていうところがね、まあちょっと指摘させてはいただいているところなんですけれども、実際問題、まあ自民党が一党独裁体制みたいな感じじゃないですけれども、ずーっと自民党政治が続いてきて、それによって旧統一教会の問題であったり、政治資金の問題であったり、いろんなですね、暴走が続いていたわけなので、やはりですね、ずーっと自民党政治だけは続いていたっていうところにメスは入れなければいけないかもしれません。別にこれはそのいわゆる政権交代をしろって断定しているわけではなくて、いわゆるですね、ちょっとお灸を据えるという部分ですね、まあ、議席を減らすなりなんなりして、改めて本当に自民党のトップに立つべき人間は誰なのか、いや高市さんであったり青山茂春さんじゃないですかっていう風に持っていくのがベストかなと思っています。ただそうなってくると、じゃあ立憲民主党が台頭すべきだっていうと、まあそれもそうは思わないというかですね、まあとんでもないことになっちゃうじゃないかって思うんで、まあ立憲民主党が台頭するぐらいだったら維新の方がとも思うところもありますし、かといってじゃあですね、日本保守党や参政党とかのね、保守政党がいきなりですね、爆伸びしてですね、まあ第一党みたいなところになるかというと、そういうわけでもありません。難しいところですよね。日本保守党や参政党のようにですね、短期間で一気にですね、ネットなどを中心に台頭してくる政党っていうのは、いわゆるですね、コアな層にめちゃくちゃ刺さる政策を打ち出しているからこそ一気に拡大するんですけども、ここからですね、大きな党にしていくとなった時には、いわゆるですね、穏健保守の方々、そしてまあ無党派層、そういった方々にどれだけリーチできるかっていう話になってくるわけですけども、ある種ですね、まあ本当にしっかりとした保守の方に刺さるようなことを発信しているがゆえに、こうした次の段階に進むことがかなり難しいっていう課題があるわけですね。まあ、課題と言いますか、まあ、これはですね、まあある種当たり前の階段のようなものなので、そこに対してまあ間違いのないアプローチをしていく必要があるんじゃないかなっていう程度の話なんですけれども、強いメッセージ性は広くは伝わらないという、この政治の難しいところがありますよね。結局国民の大多数の人はですね、まあ特に深いことは考えず、あ、まあ自民党なんだかんだ今までやってきたし、とりあえず投票しといたらそんなに生活変わんないのかなみたいな感じで入れたりだとかですね、あ、まあずっとこの辺立憲民主の人というか、なんかよく知ってる名前だし書いとこうみたいな、そういう方が多いわけですね。で特にですね、 LGBT 選択的夫婦別姓、まあ安全保障などなど、こうした問題って政治に敏感であればあるほどですね、しっかりと、まあ、議論したい内容になるんですけども、多くの方はあまりそこを考えずですね、とりあえず物価高に対して何かしてくれよっていう風にしか考えていらっしゃらないかなと。そしてじゃあその物価高対策、経済対策などにですね、結構真摯にですね、いいアプローチで発信されているのは国民民主党になるわけですけども、ただ国民民主党が発信している内容っていうのはですね、正直難しいんですよね。政治に関心がある方からしたら別に難しいことではないんですけども、政治に関心がない方からしたらですね、国民民主党の発信している内容ってなんかよくわからない、小難しい、ピンとこないっていうパターンが多いんじゃないかなと。それがですね、ちょっと知名度不足にもつながっているのかもしれません。結局最終的に選挙ってなんとなくのイメージが投票に一番流れ着いちゃうところなんですよね。その勢力を伸ばすという話に関して他にも思うところとしてはですね、例えば日本維新の会ですね、関西では非常に基盤が弱くて他になかなか支持が広がらないっていうのはですね、私2つ理由があると思いまして、その大阪の地域性とか出てきた党っていうイメージがあまりにも強すぎるんですよ。でそれを払拭するためにはですね、ゴリゴリの関西弁を使う方がトップに立ったらまずいんじゃないかなっていう、これちょっと本当にですね、まあ私個人が思ってるですね、ちょっとアプローチの話なんですけども、もう大阪の人っていうイメージがつきすぎてるんですよね。馬場さんにしろ松井さんにしろ、でそこをですね脱却しないと、なんか結局この人たち大阪にとって都合のいいことをやろうとしてるんじゃないのって思われてしまうんじゃないかなと。
例えば身を切る改革っておっしゃってるじゃないですか。であれってやっぱり瞬く間に大阪では広がったんです。で実際実績も多く残されています。ただその身を切る改革っていうのは果たして全国的に刺さるものなのかというと、私はちょっと違うのかなと思ってまして、確かに聞こえはいいんですけれども、まあ、実際それで捻出できる財源ってたかが知れてるよねっていう認識はある程度広まってしまっていますし、その身を切る改革っていう発想自体がですね、その大阪特有のですね、関西のですね、やっぱり商人の街でしたから、節約していこうっていう意識すっごい強いわけですよ。まあケチっていこうみたいな感じでね、これちょっと言い方悪いんですけども、しっかりと節約していこうっていう意識はめちゃくちゃ強いんですね。でこの身を切る改革っていうのはその延長線上にあるもので、大阪の人たちにはものすごい刺さるんですけども、ひょっとしたら全国の方々にはそうじゃないのかもしれないみたいな。で特にですね、今いろいろ保守の方々はですね、積極財政も合わせて推進されたいという方も非常に増えています。まあ、このご時世ですしね。そうなってくると日本維新の会は、まあ、方向性として緊縮財政の方に向かっている。まあ、最近はですね、ちょっと軌道修正するようなことを馬場さんおっしゃっていましたけれども、そういうイメージがどうしても強いので、もうその身を切る改革とかあんまり全面的に出さない方がいいんじゃないかなみたいなことを思ったりもしますね。全国で展開していくためにはですけれども。あとは立憲民主党に関してはですね、まあ何でしょう、もう一旦統制がへこんでもいいので、現実的なことをもっとおっしゃっていただける政党になってもらうことが大事かなと思うところですね。特に安全保障、まあ、原発、経済、うんたらこうたらいろいろありますからね。なんか何を言っているんだろうみたいなとこ結構多いわけですよ。憲法改正にしてもそうですしね。今のこのご時世、現実問題と向き合えるかどうか、そこが非常に重要になってくるんじゃないかなと思います。あと今回選挙でやっぱり思うことがですね、なかなか公平性を保つのが難しいっていうのがまた問題として出てきていますよね。党首討論なんかで参政党と社民党が省かれる率めちゃくちゃ高いですよね。まあ、もちろんもう9人呼ぶのと7人呼ぶのでは、まあ、9人呼んだ方がですね、一人一人の時間が短くなっちゃうので満足な議論ができなかったりだとか、そういう面もあるので、まあちょっとこの小さい政党である参政党と社民党をですね、省いてしまうというところになってしまうんでしょうか。選挙となった時にですね、ここまでメディアの露出が変わってくるとですね、一応同じ国政政党なんですから、線引きはもう国政政党という枠でできているんですから、一応その国政政党の要件を満たしている社民党と参政党は参加させるべきじゃないかなって個人的に思うところですよね。やっぱりですね、違うアプローチがあった方が討論っていうのは面白いなっていうのは個人的に思うんですよね。ニコニコニュースでやっていた討論会ではですね、参政党と社民党も入っていたんですけれども、お面白って思ったのが一つありまして、参政党の神谷さんがですね、共産党の田村さんにですね質問したんですけれども、その内容っていうのが、共産党は対米従属、まあ言ってしまえばアメリカに付き従っていくのは良くない、そこから脱却しなければならないっていつも言っているのに、なんで憲法だけアメリカの GHQ が作ったですね、しかも2週間程度で作ってますからね、そういうアメリカが作った憲法に従わなければならないって考えているんだ、これは自分はちっちゃい頃から、まあ若い頃からって言ってましたかね、ちょっとごめんなさい細かい言い方は覚えてないんですけども、まあ疑問であったというふうにおっしゃっていて、あ面白いなって思いましたね。参政党はいわゆる憲法改正ではなくですね、自分たちで憲法をまた作っていく必要があるっていうふうに主張されているので、そういう発想から出てくるですね、まあ、質問なのかなと思うんですけれども、これ確かに面白いところですよ。本当に共産党は自衛隊は違憲であるって言いながらも、もし自分たちが政権を取ったら自衛隊は現実問題としていきなりまあなくすことはできないので、そこは継続するっていうですね、つまり自分たちは憲法には従わないことをするという謎めいた発信をしているところでもありますので、こういうですね、なんか都合のいいところだけをですね使ってですね、都合の悪いところは使わないみたいなやり方で政策を発信するっていうのはあんまり良くないんじゃないかなと思いますので、何かのタイミングがあればこの議論深めていただけると面白いなと思いました。まあ、何はともあれですね、衆議院選挙が始まりましたのでね、まあ、ここからもまだまだ党首討論などですね、いろんな話が出てくるかと思いますので、まあ、しっかりとそのあたり見極めた上でですね、自分の生活環境とか考え方、価値観に合わせた投票行動をとってですね、27日を迎えていただければと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いします。また当チャンネル
ルはメンバーシップも開設しております。メンバー限定動画や過去の非公開動画などを公開していきますので、ご興味のある方はメンバーシップの加入をお願いいたします。またグループチャンネル世界の経済ニュースでは、このチャンネルだけでは得られない幅広い世界の動きについて取り上げています。サブチャンネルジャパンさんのお話では日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。